った。で、自分は今から渋谷パルコの中に入っていこうと思ってて、一番まず目に入ってくのがロエベ。ロエベの広告があって、ロエベの広告のちょうど正面にはディオールがあって、右にシューメムが。で、パルコの1階、フロアに呼ばれる、フロアと呼ばれる部分には、なんかこう、道が通ってて、ここは本当に人が通過する道として機能している。これはパルコの敷地の中のはずなんです。で、パルコには、その中の通路には4つの入り口があって、ヒューマンメイドとか、ポーターとか、ジルサンダーとかがある入り口がある。で、一回入り口を抜けてみる、スロープを登ってる。スロープを登ると、エルメスがあって、左にはルラボのすごい細い店舗がある。で、パルコの通路を抜けると、サッカーショップカモがあって、自分は中学校サッカーやってる頃はここよく来てた。今からパルコの4つのうちの入り口の渋谷のスペイン坂の方から見て左手の一番奥、一番奥の入り口から入ってみたいと思う。お兄さんがドアを開けといてくれた。で、自分はバーバリーを通過して、今まさに自分には2つ選択肢があって、このまま地下1階の方に行くのか、それとも2階の方に向かっていくのか。右には喫煙所があって、喫煙所は僕の人生から最も遠い場所の一つなので、私はそこをあまり通らない。喫煙所をこの建物の中にいくつあるかも把握してないし、ジョー・マーロン、イヴ・サンローラン、ポーター、メゾン・マルジェラで、今から2階に上がってくる。2階はモード・アート、 B1 階はカオス・キッチンと呼ばれる場所、1階の名前は商店街エディット東京。パルコの各フロアには多分会のなんかモチーフ、コンセプトの名前があって、で、僕は今エスカレーター乗ってて、エスカレーター乗って2階に向かってるんですけど、2階の名前はモード&アート。ここには男子トイレ、女子トイレがどっちもある。で、向かい、ニーミュー、ダンスウィズミー、セプテンバーから始まってます。エンフォールド、カラー、ここは香水屋さんで、2階にはなんとなく香水の匂いが立ち込めてる。で、割とグレーの色調、下は黒と白の床でも斜めに幾何学模様が入ってる。ザ・ノースフェイスの色は抜けてモノトーンなノースフェイス、少し値段が高そう。オイルバイ美術手帳があって、アンダーカバー潤沢感じで、2階のトイレに行くところは、いわば渋谷のクラブみたいな、白と黒の何て言うんだろう、トランプの柄みたいな。で、自分は今まさしく1階から通路のように見えてる所の鏡のガラスの中、ガラスのところに立ってて、デロスサントスみたいなところの香水の匂いが、アンバッシュ、アレクサンダーマン、マークバイジェイコブス。自分は今右の塔、さっきまで左の塔にいたんだけど右の塔に来て、2階から3階上がる、コーナーオブ東京ストリート。3階にはコーナーオブ東京ストリートがある。エスカレーターの色って誰が決めたのか知らないけど、エスカレーターの色は常に黒と黄色、タイガーロープと一緒かもしれないね。で、エスカレーターをここは交差してる、コジコジのストラップをつけたバッグ、後ろにはピカチュウのストラップをつけた男の子、
3階はコーナーオブ東京ストリート、ここにはカフェもあるし、トイレが男子トイレ女子トイレがあることが分かる。ユナイテッドヌード、ここはグレーの床。色調は少しだけ変わって、どちらかというと土っぽい感じになったかな。デンハム・ザ・ジェーン・メイカー、コーナー・オブ・ザ・ストリート、ここはフレッド・ペリー、フレッド・ペリー、デンハム、デンハム、デンハムがあって、リーバイスのジーンズも置いてある。ここはチョキチョキハサミを切るスクリーンも置いてある。フレッド・ペリーの名前は書かれてない。 The truth is theThe truth is in the details. Saturday's New York City sale. Circus. ここのトイレは床は、大理石みたいな、偽の大理石みたいなところで、奥に黄色いトイレ、黄色い壁のトイレがある。カスティファイスタディオ。ここは iPhone ケースが売ってる。パリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマン、伊勢三宅、パリ・サンジェルマン、伊勢三宅、東、クルリ、ディスカバー、ホーガー。4階に向かう途中に、ここはファッションアパートメント。さっきまではコーナー・オブ・東京ストリートからファッションアパートメント、3階から4階はそういう変化がある。で、ここは今はエスカレーターに乗ってる途中で、エスカレーターの色も明らかに違っている。温かみのあるエスカレーターの色になってる。4階ファッションアパートメント、ミニサンサン、これは何て発音するのか分からない、ミニサンサンがあって、スローメイドインジャパン、スローメイドっていうのはゆっくり作るみたいなことで、フライアイビーみたいなのがあって、その左にはアップサイクルイノ、リリーブラウン、リリーブラウン。4階はもう少しウッドな感じですね。コンクリートの床と木の床が交互に張り巡らされてて、コンクリートの床にはひびが入ってる、金子メガネ店、スナイデルが向かいにあって、スナイデルには木が生えてる。さっきまでこの木は見られなかった。で、私たちは今10階の避難所に向かっている。だから最初地下1階に潜るという選択肢をせずに10階の上に避難所に行くという選択肢を取っている。ここはミッドセンチュリーモダン、パルコミュージアム東京。4階はパルコミュージアム東京、1個13万2000円の椅子、キャバンズズカ。4階のトイレ、4階のトイレは完全に、木目ベース、ウッドベース、木で作られた、囲われた細い通りみたいなのが、道みたいなのがトイレにつながっている。パルコミュージアム東京には雲の置物で、単館で組まれた 50% オフのベンチ、セール、マックス 50% オフ、タックショップ、タックショップ、アダムエロペ、アダムエロペには通らない、通過して、4階のここ、パンなのかな、 PAMM パン。ここにはメモリーウェーブ、フレンズウィズユー、メモリーウェーブ、まさしく僕らが今向かっている避難場所の P ウェーブにはメモリーウェーブと何かしらの相関関係があるかもしれない。4階ファッションアパートメントの4階から5階に向かう途中はエスカレーターが開けてて、下から見るとエスカレーターが何重にも交差して驚く仕掛けになっているらしいと聞いた。で、白い天井、5階に着くとネクスト東京パルコアウトドアパーク。ここは少し騒がしい、なぜなら音楽が流れてる、 X ラージの店、 X のラージの店から音楽が結構強めに流れてるから。フードをかぶっている、少し聞いてみよう。ここには中国語のアナウンスも流れてる。チェーンソーマンのコラボ、チェーンソーマンのコラボグッズ、ノンセンス。
ノンソンス、意味がないということ、方向がないということ、ここにはレイカーズの、これはマイケル・ジョーダンじゃなかったら誰なんだろうか、ここにはバスケットボール選手のでかい人形で、鉄腕アトムに似た何かの人形、熊のプーさんに似た何かの人形が置いてある、トーチトーチ、シャオミー、いつかシャオミーに全部切り替える人がいたって話を聞いたけど、それはどっかで空想だったのかもしれない。ここはキャンプ、小川グランドロッジ、小川グランドロッジは都会から避難するための場所、今まさに自分たちはパルコの1階から10階に向けて避難している最中、クロックス、アイリットが入っているクロックスの CM、 スターバックスはどこにでもある、スターバックスはどこにでもある、スターバックスの中にパルコの中にスターバックスがある、小川グランドロッジを入ってみる、あ、ここはもう木材ベース、ウッド、こんな渋谷の街の中にあるパルコの中にこんなウッドな環境がある、ここは都会からの避難場所、都会からの避難場所から避難する、パルコに戻ってきた、ここはケボズ、ケボズって普通に可愛いけどいくらするんだろうと思ったらジャケットが4万した。自分はここから4階から5階へ向かう、4階は4階じゃない、5階から6階へ向かう、5階はネクスト東京パルコアウトドアパーク、6階はサイバースペース渋谷、サイバースペースっていうのはつまり、サイバーな感じになるってことですよね、今まさに音がこう聞こえてきてる、サイバーの音が、任天堂の音がサイバーの音だとしたら、これは多分サイバー、まさしくサイバーの音が聞こえてきてる今。一番最初に見えるのは任天堂の白と赤でも、
揺れてる。上げてる。揺れてる。そって。揺れてる。振ってる。揺れてる。踏んでる。揺れてない？刺してる。揺れてない？ひねってる。揺れてない？切ってる。揺れてない？進んでる。揺れてない？ひねってる。揺れてない。回してる。揺れてない。引いてる。揺れてない。押してる。揺れてるよね。倒してる。揺れてるよね。踏んでる。揺れてるよね。出してる。揺れてるよね。揺れてるよね。開けてる。揺れてるよね。閉めてる。揺れてるよね。打ってる。揺れてるよね。煽ってる。揺れてるよね。揺れてる。揺れてるよね。生えてる。揺れてるよね。生えてる。揺れてるよね。吸ってる。揺れてるよね。上げてる。ねえ、揺れてるよね。揺れてない。落ち着いてください。これは訓練です。落ち着いてください。これは訓練です。落ち着いてください。これは訓練です。訓練です。落ち着いてください。落ち着いてください。これはこれは鍛錬です。訓練です。落ち着いてください。これはミュージックです。訓練です。落ち着いてください。落ち着いてください。これはミュージックの振動です。これは強風です。落ち着いてください。これは振り付けです。
ナシゴレンとキマグレンってどう違うんだっけ。それってコジコジと同じ意味。あ、理科の実験でやったやつだ。でもかなりそれに近い。分かってきた。これだんだん分かってきた。分かってきてる、うん、物理学の法則にのっとっているっていうことだよね。吸収剰余ってこと。それにかなり近い。うわー、足のサイズちょっと大きくなってんだよね今。分かる。あのさ、ウィリアム・テルと同じこと言ってるよね。え、成長痛ってこと。そう。マジで。それも大木戸博士も同じことを言ってた。めちゃくちゃ大級学賞やん、そんな。でしょ、うん、でしょ。そこの歌い出しがさ、迷子になった覚えはない。あ、飴玉かじる俺はいない。それ。あ、これね、分かったわ。市役所で聞いた方がいい。だから神社行った方がいいわ、それは。分かります、うん、分かりますよね。それはね、かなり同じことを言っている、うん、で、カシューナッツは入ってる鶏肉の炒め物っていうのはやっぱり鉄板でうまい。私、そうだね、それはね、同意するんだけど、でもそれ言い始めるとギリシャ神話の話から始めなきゃいけなくなっちゃう。君に夢中ってこと。そう。ナンパラバンバンバンじゃん、それ。そう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 。それってさ、多分さ、私が初めて見た芸能人が研ナオコだっていうことが気にしてる。俺ね、最初に出たクイズ番組のヘキサゴン、めちゃくちゃ憧れてた。見たよ、うん、見たよ、あの時の運動会、うん、リンボーダンスしてたやつでしょ。そうそうそう、分かるわ。やっぱ俳優だなと思った。ああ、でも軟水か硬水かで言ったら俺全然軟水派。主語がでかい。ああ、ボルビック。そうだね。分かるわ。え、でも山登りってさ、もう都会からの避難みたいなことでしょ。確かに、それはかなり入れて、うん、どうしようかな。多分さ、演劇論みたいな話するとちょっとややこしい。あ、めちゃくちゃランランルーって感じだよね、うん、それはそう。そう、だからなんか29歳なんですけど、なんか25年ぐらい前にこのアトピーを発症して、今も親指に小さくあるんですけど、この親指にできる前に右手の小指にアトピーがあって、それでその前はこの左手の小指にあって、で自分の、あ、その前にここまぶたのこの上んとこと眉毛の下の肌が真っ赤になってて、お酒飲むと結構歌舞伎のメイクみたいになる。自分のアトピー人生の始まりって、なんかこの両足のふくらはぎのここのところに4歳ぐらいかな、できて、人とプールとか一緒に入っちゃいけなくて、うつすから。だからこう見られたくないからって、自分はこうサッカーやってたのもあって、ここまでのロングソックス履いてたんですよ。でロングソックス履いてて、で1日の終わりになると、そのロングソックスと皮膚とアトピーから出る体液がこうくっついて、なんかほぼ1枚になって、なんかこう脱ぐときにペリ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 ってこう皮膚と一緒に持ってかれる感じ、すげえ嫌 で、うちの親父が確か痛いより痒い方が嫌だみたいな。痛いの最上級は死だけど、痒いの最上級は痒い、痒いまんま痒くなっていくみたいな。でもそうだと思うんですよ。書くとやっぱなんかこう快楽出てくるっていうか、エクスタシー出てくるっていうか。それでなんかこう両足のふくらはぎにあったんですけど、その両足のふくらはぎを直接書かないように2本指でこう外側だけ書く。外側だけ書くと、このなんかアトピーの外側だけ書くと、こうアトピーがこうちょっとずつ広がっていくみたいな、ドーナツ状に。だから結局なんか全然治んないみたいなことになってて、でも小4である日突然治るんですよ、なぜか。で今はもうあらゆる体の場所を転々として、こう今この親指のここにワンスポットできてるみたいで、もう25年目のベテランなんで、なんかこう痒いっていう感覚もほとんどなくて、むしろなんか染みるみたいな。レモンを絞るときに染みるとか、風呂に入るときに敏感に反応するみたいな。なんか、まあ、こういうとこ触ってても、そうなんですけど、ここの親指のアトピーに触れてる部分だけ感覚が過敏なんですよ。だからなんか自分の体の一部がそこでなんか受容する感覚だけ強くなってるみたいな。使用する感覚だけ一方的に強くなるから、体の位置と繋がってない感じがする。自分の皮膚はもうすごい新陳代謝を繰り返してて、人の何十倍も繰り返してて、新陳代謝できる量って多分限りがあるよね。だからその自分にあと何回の新陳代謝が
ち揺れてないでした、はい、ね、ここまでね30分ぐらいかな、何分だろう、29分、ちょうど29分、うん、ここまでね一つの時間をね30分一緒に過ごしてきてて、これ終わりに向かってまた過ごしていくんですけど、時間に対して空間のことを考えるタイミングが来たかなと思っていて、はい、はいはいはい、で、まあ、考えるっていうのはどういうことかというと、はい、分けるということ、2つに分ける、はい、大丈夫、はい、大丈夫ですよ、2つに分ける、うん、で何に分けるか、まあ、今日は嘘と本当に分けます、うん、ね、あ、むずいんじゃないですか、で結構いけるのよ、いける、そうそう、はい、で、まあ、分けるっていうことは、はい、ね、どういうことかというと、あ、分かるってことですね、そうだね、分かる、同じ意味、分けることによって分かるみたいな、ね、そう、うん、で、まあ、大きいものから分けていく、はい、うん、まずこれ、あ、これ、はい、これね、これね、嘘、ああ、そうでしょうね、これね、もう嘘だよね、分かるよね、分かってます、あの根拠がね、1個あって、はい、ずっとさ、ないことになってる、ここまで、あ、めちゃくちゃあるけど、ね、まあ、あるなって思いながらさ、うん、ないようにこう、でもまあ、お客さんとかもこう、うん、あるけど、ないな、みたいな、まあ、心にね、嘘をついてる、はいはいはい、まあ、嘘だよね、あともう1個あります、はいはい、仮説です、イントロなんで、ね、これ仮説です、そう、全くついてないからね、はいはい、もう、仮か、うん、嘘です。これがそう、でかいじゃん。で、これに対して大きい本当っていうものがやっぱり必要になる。はいはい、はい。1個あります。これでもやっぱ縦軸だから嘘みたいなことあるんですよ、ね、確かに、はいはい。それに対して何があるかっていうと、うん、はい、これね、垂直に対しての水平、はい、あ、水平だからね、が本当、はいはいはい、これが本当、そうそうそう、そうなる、あ、じゃあベースは決まりましたね、そう、これがベースは決まったら、あ、そう、クラップなの、はいはいはい、そう、わかりました、あ、じゃあ俺これ提案したいです、はいはいはい、このこれ、はいはい、何でしょう、なんだそれ、おそらく、はい、パルコ10階まで支えてる、はいはいはい、太い、はい、丈夫な柱、うん、そうだね、あ、薄いです、はい、入ってない、これはこれはこれね、支えてないです、まあ、嘘です、これは嘘です、しかも縦だし、はい、これはでけえ縦だし、はい、支えていない、はい、支えてないです、これはさ、ほら、ないふりをするあるで嘘でしょ、これあるふりをしてない、嘘、これだいぶ嘘の空間になってきました、あ、まあ、強い、本当を増やしていかないといけない、本当増やしていきたい、これ、黄色いの、あ、気になってたやつ、これね、これエブリウェアですよ、みんなの近くに見えると思います、一番お近くのこれを見てください、そう、根拠があって、はい、左と右で挟んでるでしょ、はい、で、まあ、これ本当にしたいんだけど、本当は言い換えると真実、はい、で、漢字をちょっと浮かべてほしくて、左右対称じゃないですか、あ、こういうことですね、そう、ほら、真実の漢字は左右対称、シンメトリーだ、はい、シンメトリーです、これがシンメトリーです、でしょ、これシンジツメトリーです、あ、そうだね、これがシンジツメトリーです、そうそうそう、はい、これがカバーですね、がさ今で、これが1個外れるとアシンジツメトリーです、これはアシンジツメトリーです、はい、これはアシンジツメトリーになってしまったので、で、アシンジツメトリーをまた見つけました、はい、僕の頭と沙織さんの頭の中です、これはアシンジツメトリーです、確かに全然違う、ここで全然違うシンメトリーではない、よくで、こことこっちもシンメトリーではない、アシンジツメトリー、これは左右非対称ってことです、それはね、もう一個ね、あるよ、で、世界がなんかアシンジツメトリーの力が強くなってきたので、僕は、シンジツメトリーの力を強くしようと思って、本当の横軸をここから貼っていきたいと思います、これで横軸を補強されました、これが横軸が補強されました、で、ここでぐるぐる巻きにして、ね、本当を強化していく、そうだね、ここで結んでいくことで、ね、これ今縦軸を置きました、ただ、しかしここ、これが本当は嘘ってことですよね、そう嘘が揺れてるみたいな、ただこれ、はい、めちゃめちゃ引っ掛け問題で、嘘をこうやって理解していくと、本当になるってドイツのヤバい独裁者に言ってた、嘘、入れ替えましたね、今入れ替えましたよね、はい、そうだね、だから、真実メトリーにします、大きくなった、拡張された、はい、アンプリファイされた声は、つまり嘘ですか、いや、これ自体は本当なんだけど、この声は本当なんだけど、振動によってアンプリファイされて大きくなってる声は、ね、で、それで、例えばじゃあここの横軸みたいなの考えてみますか、確かに、ここに横軸の力を加えて加えていくと、ここの横軸に力を加えていくと、ね、横の空間にスライドしていく、本当のことがスライドしていく、これが、だから横がスライドしていくと本当のことが強まって、なんか、いわば、なんか中側にいた、外側にいたはずなのに、ここで見ていることから見られていることに変わっていく、つまり自分が見ていることが本当になっていく、それによって本当の風が上流と嘘の世界に吹き込んできてるよね、これは、この嘘と本当が混じり合うということ自体が上映の醍醐味でもあるわけで、そうだね、そこにさ、層を作っていこう、こうやって真実の層をこうやって作っていこう、今、10回目で見ていることがどれだけ真実かっていうと、そうだね、これ、今まさに10回が上ってここが9回、ここに本当の地層
そうだね、そうだね。ここはレイヤーで、そうだね、ここは8階になった、つまり今10階にいるってことが知ってたんだけど、そこに横をつける。これによって、深さができてきたので、これを縦軸に伸ばしてみる。で、世界を縦軸に伸ばしてみると、真実がここでずっと揺れている。で、ここを倒したのは本当のことで、アクシデントが起きた。で、速度を上げてみるっていうのは、これは本当のこと。つまりあそこでバトンタッチしてみると、この声は遠ざかっていくけど、声はそのままになっているっていうことはどういうことですか？自分の声がまさに、帰っていく。 10、 9、 8、 7、 6、 5、 向かっていく。